それでは四つ目の講演は大腸がんの手術後の生活について広島記念病院院長でいらっしゃりブルーリボンキャンペーンアンバサダーの宮本勝成先生にご講演をいただきますそれでは宮本先生よろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちはご,ご紹介いただきました広島記念病院の宮本と申します あのご紹介いただいたようにあのブルーリボンキャンペーンアンバサダーというのも、えー、一緒に勤めております私は外科医ですので今日はですね大腸がんの手術後の生活ということでですねやっぱりあのお腹にメスを入れて大腸を切除するということになるとその後あとど,どういうふうになるんだろうっていう、ね、皆さん考えられると思いますので、まあ、そのあたりをですね詳しくお話ししたいなと思いますよろししくお願いいたします。 でまず最初に、まあ、アンバサダーということですけどこれウィキペディアで調べますと大使ということにはなりますが、まあ、最近割とよく聞くようになった言葉じゃないかなと思いますけど実は、まあ、サンフレッチェですねサンフレッチェのアンバサダー皆さんご存知でしょうか森崎浩二氏昨年辞めましたけれども、まあ、要するにこういう形でですね、まあ、その事柄に関して、まあ、啓発的というか宣伝というかですね それをやっていく人がアンバサダーということになります。で、あのブルーリボンキャンペーンのアンバサダー宣言というのがありまして、まあ、ちょっと細かくてわからないでしょうから、要約しますとですね、要するに科学的根拠に基づいた治療を提供するとと,ともに、患者さんが治療法を知り、自らの意思で選択し、納得の上で治療が受けられる環境を整備するということです。まあ、一言で言でいますと まあ患者さんが自分の意思でですね治療法を考えたり決めたりまあ当然そこには専門家の意見が必要ですけれどもやはり治療の主体は患者さんがやっていくっていうことがこのキャンペーンの趣旨であります。であの手術後の生活について入っていきますけれども、まあ、あの先ほど来この会合に関しては2人の先生が言われましたので、まあ、これはもう省くとしましてですねじゃあ大腸の働きですね 大腸は何をするところかっていうのをちょっとお話をまずしたいと思います。まず一つはですね、えー、水分を吸収する働きがあります。あの大腸の前に小腸がありますけれども、その小腸は基本的には栄養を吸収する働きです。で、その後大腸に流れてきて、その流れてきた状態ではもう便はデ状というかね、水溶水,水っぽい便が来るわけですけど、大腸をこう 流れていく間に水分が吸収されて固形になっていくこれがまず一番大きな働きです。で2つ目はですね便をためて肺便時に押し出すと書いてますけど、えっとまあ、S 状結腸直腸肛門に近いところまで運ばれてくるとそこに少し貯蔵されるわけですね。でためておいて、まあ、それが、えー、たまってくると、まあ、1日に1回とか2回とかまとめて出すと。 いう形になりますその出す時にもやはり腹圧というかですねお腹に力をある程度入れないと出ませんけれどもまあそういう一遍に押し出すというそういう機能があります。で3つ目はですねまあ下部直腸お尻に近いところの直腸と、まあ、肛門の機能になりますけれども便を漏らさないで便とガスの区別をするお尻の穴というかですね中にはあの 肛門括約筋といっておお尻の穴を締めておく、えー、筋肉があります一つは自分で動かそうと思って動かせる筋肉ともう一つは自分で動かそうと思っても動かせない自然に勝手に閉、うん、まっている筋肉があるんですけどそういうものがあることによって。 まあ寝てても普通まあそんなに漏れるわけはないわけです、ね、そ,れはその内肛門活躍筋で筋肉があるからなんですけどそういう便を漏らさない機能とあとは区別をする機能、まあ、こういう機能があるわけですね。でこれに対してじゃあ手術を行うとどうなるか。まあ一つの目の,その水分の吸収に関しては、まあ、当然えー 固形になりにくいわけですから、まあ下痢をしたりとか難便になりやすかったりします。で、S 状結腸とか直腸を切除すると便を貯めるところが減って押し出す力がないということになると、あの一回に出る便の量が多くなります。あ、ごめんなさい、少なくなります。ということは、えー、何回かで分けていかなくちゃいけない。特にですね、手術後早期はこういう傾向があって、トイレに行って便が出るんだけど。 トイレから出たらまたすぐ行きたくなって何回か、えー、便に通うようなっていうのはあのたくさんの患者さんがそういう訴えをされますまあ、これは要するにそういうためるとこがなくなるという,ということによるものですで、下部直腸とか肛門を接種すると、えー、肛門機能が悪くなって先ほど言ったような便が漏れたりとかですね便とガスの区別がつきにくくなったりすることがあります でも心配ごめようとか言ってますが、まあ、時間の経過とともにですね、まあ、個人差はあると思いますけど、まあ、大体半年から1年ぐらいするとですね大体便っていうのは、えー、固形になってきます。で回数もあの減ってきて、まあ、たまるとこはなくなったとしても別な大腸、まあ、がそこにあるわけですからそこに貯留脳とかが出てきてやっぱり回数も減ってきて。 でえー、と便の漏れもなくなってガスとの区別もついて、まあ、便意があってもそれを我慢することができるようにほとんどの場合はなりますただしですね下部直腸の場合先ほど日野先生が、えー、と肛門温存のことを少し言われましたけれども特にお尻のすごい近いところまで、えー、腸を切ったりとかですね先ほどちょっとお話しした内肛門括約筋を一部合併切除するようなそういう手術もありますので。 そういうい場合にはです、ね、やはり症状ががすすることがやっぱり時々あります我慢できないとか回数が多いとか漏れることがあるとじゃあ患者さんとしてはどういうことに困るかというとやはり公共交通機関に乗れない例えばバスに乗って途中で便利に行きたくなったらどうしようかっていうそうやっぱり悩まれたりとかですねあの遠出ができないとか、まあ、男性のことはよく聞かれるのはゴルフに行って途中で便利に行きたくなったらどうしようかということで。 ゴルフに行けないいいととかですねそういうことを言われる方が時々いらっしゃいますじゃあそれに対してどういう対策をするかというと一つはですね、まあ、下剤をしっかり効かせてあの例えば2日か3日に1回ぐらいですねあのこの午前中は便を出す時間みたいな形で、まあ、まとめて全部出しちゃって、まあ、それ以外の日はあんまり出ないようにするとかですねあとまあ下痢止めを飲む。 ゴルフラウンドする前にそれを飲んでいくと途中で行きたくならないからゴルフができましたって言われる患者さんがいらっしゃいましたけど、まあ、そういう下痢止めを使ったりとかですねあと弁っていうのはその、えー、と繊維によってつながれてる部分がありますので繊維が多い食事を食べられると便はまとまりやすくなって1回に出る便の量が多くなると思いますあとまあどうしても漏れる方はこういうものを使用する場合もあります え続きまして今度は食生活についてちょっとお話を申し上げます、えっと、基本的にはですね、えっと、大腸がんの術後っていうのは制限はないというふうに私は思っておりますでお酒もですね、まあ、適当なら適当なら OK ということで、まあ、あの退院するときに「先生ビール飲んでいいですか?」って言われるんですけど「まあ、乾杯の一杯ぐらいならいいですよ」っていうふうに僕は言っていつも言うんですけど、まあ、あのお酒は特にあの飲み過ぎなかったら大丈夫ということです あとまあ術後早期の話になりますけどまあ1ヶ月か3ヶ月とか書いってますけど最初のうちはですねちょっとあんまり繊維の多い食事は少し控えめにした方がいいというふうには一応言われております。というのは、えっと繋いだ腸を切ってつないだところを粉合部と言いますけどその粉合部が少し狭くなったりとかですね、まあ、どうしても腸を切除すると運動機能がちょっと低下したりして便秘になることがあるので。 最初のうちはちょっとまあ繊維は少し控えた方がいいと思いますけど、まあ、そんなに気にされる必要はないとは思います。あとはですねあのお腹の手術何でもそうなんですけど癒着によって腸閉塞が起こることがあるので、まあ、その対策としてはゆっくり食べることとやはりまあ食べたあとすぐ横にならずに少し体を動かすとかですねそういうことに気をつけられたらいいんじゃないかなというふうに思います。であの よく質問を受けるんですけど先ほど手術の説明でのところでありましたようにがんを取るだけじゃなくて周りのリンパ節を切除するのががんの手術ですのでじゃあそのリンパを節っていうのはあくまでもその切除する腸管に分布しているリンパ節を取るわけでそれ以外のところはたくさん体全身にリンパ節っていうのはありますので。 それはあまりただしですねあの下部直腸がんはさっきと同じですけどいろいろまた別の問題があります。というのはですね直腸周囲にはですね自律神経のネットワークっていうのがあってこれが膀胱とか尿道とか前立腺性能地素に分布してるんですね。まあ、この絵はちょっとあのビジーな写真ですけど えっと、こちら側が前側でこちら側が背中側でこれが背骨の骨でこれが直腸なんですねここ膀胱ですけどこの紫色に見えるのがこれが神経なんですけど直腸の周りにはですねこれ骨盤神経層といってたくさんの神経が分布してるんですね下腹神経っていうのが上からこうそこにネットワークもしてますけどであの下部直腸の場合はこの神経の周りにですね 転移をしやすいリンパ節があるんですですからそのリンパ節を切除しないといけない場合があります。側方リンパ節覚醒と言いますけど、まあ、最近は放射線治療とかを加えてその治療を省くこともされてますけれどもやはりえっとどうしても取らなくちゃいけない場合もあるんで、まあ、基本的にはこれらの神経は温存をするわけですけれども、まあ、がんの病状によってはですねやっぱり。 取らないといけないといいいとととけうこともありますで、まあ、残したとしても手術の時の熱による損傷とかですねやはりそういうことで障害が残る場合がありますのでじゃあどういう症状が出てくるかというと一つは排尿障害ですねおしっこが出にくいあのトイレに行ってもなかなか出ないという症状が出たりですねで2つ目はあの性機能障害。 まあ男性の場合は勃起とかですね射精とかか射精そういううい性機能がうまく機能しないっていとうここがが起こる場合があります、まあ、あの非常に大切な神経ですので本当は残したいんだけどただがんの病状によってはですねやはりちょっとそれを犠牲にしないといけないという場合もあるので非常に微妙な問題ではありますのでまあ手術する前にですね主治医の先生とよく話をされて。 どういう方針でいくのかというどのぐらいリスクがあるのかとかですねその辺りをしっかり聞いていただくっていうことが大事だろうと思いますでは万が一その自律神経障害が出た場合はどうするかというと排尿、えー、障害に対しては、まあ、お薬の治療で、まあ、大体ほとんどこれで良くなりますで、えー、とあとはどうしても出ない場合はあー管を入れてですね 1> 1日何回かくだわれておしっこを出す場合もあります。で、2つ目の性機能障害に関してはですねまああの ED 薬抗入り薬みたいな薬物療法で効く場合もあるしもう一つはどうしても駄目な場合はですねこれはもうダメだろうということで、まあ、若い方でどうしてもあの子供がいないという方であればですね精子を凍結して、えー、精子バンクに預けてもらったりすることもまれにあります。 であの人工肛門は後でお話がありますのでさらっといきますけど、えー、と人工肛門どうしてもお尻に近いところにがんがあるとなる場合がありますその場合は、まあ、でもストーマーケアをちゃんとすればですねちゃんと復帰あの、えー、事前の現場や学校に復帰することがあります、まあ、ストーマー外来とかで相談してもらって永久であれば身体障害者手帳の申請もできますでこれが実際に人工肛門ですけど その方は右側の大腸を作ってますけどこういう形で横から見るとこうちょこっと飛び出したような形になってこういう装具をつけてその中に便を出してそのたまった便を出すという形になります。でこれは最後のサイズになると思いますけどまず、えっと、もう一つですねがんを再発を予防する観点から生活上の何かあそういう注意点はないかということでちょっと少しだけお話ししますと。 えとこれは2015年にですねあの論文が出たんですけど適度な運動は再発予防になるということが、まあ、あの言われましたで、まあ、適度な運動っていうのはちょっとなかなか、うん、加減が難しいとは思いますけど疲、まあ、れない程度の運動というふうに捉えればいいと思いますけど。 やはり体を動かすということはね、まあ、いろんな意味での新陳代謝とかですね、まあ、免疫的なことも関係しているのかもしれませんが再発予防になるということで、えー、とぜひしていただきたいなと思います。あと食事に関してはですねその大腸がんになりやすい食事というのが先ほどちらっと出ましたけどやはり今大腸がん増えているというのは食事の欧米化ということが、ね、よく言われていますけれどもやはりえ脂肪が少ないものとか 繊維が多いもの昔日本人がよく食べてたようなねそういう食事っていうのがやはりその発生予防にもなるというふうには言われてますので、まあ、再発予防にもこういうのはやはり大事じゃないかなというふうに言われてます。ということでですね、えっと、まあひ言で言いますと大腸がんの手術後は生活にはほとんど支障ありません。 例えば胃がんの手術とかだったらですね手術後に体重が何キロ、まあ、56キロ減りますけど大きいと10キロ減りますけどでもそれってなかなか1年2年経っても戻ってこないんですけど大腸がんの場合はまあ確かに23キロは体重が減られる方が多いと思いますけどた、まあ、多分半年したらもうみんな体重が元に戻って逆に太っとられる方の方が多いと思いますけどだからそういう意味ではあんまり心配いりませんがただし直腸がんの場合は。 え先ほど述べたようないろいろ問題がありますのでぜひですね主治医の先生とよく相談して納得した上で手術を受けていただきたいと思います。以上ですごごありがとうございました